Never thought I'd be so far from home. Never thought a love could grow so cold. 皆さんこんにちは、ゼウスチャンネルです。イングリッシュブルドッグのゼウスと夫婦の日常をゆるーくお届けしています。更新は夜7時の予定になっています。もしよろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それとコメントもいただけると嬉しいです。はい、本日はゼウスを連れてお出かけしようと思います。それでね、今ゼウスを連れて、部屋から出てきたところです。今日はね、犬も入れるっていう足湯があるんで、そこに行ってみようと思います。これからね、ゼウスを車に乗せます。なんかね、今日はちょっとやる気になってますね。最近ね、私ちょっと仕事で忙しくて、ママとね、ゼウス2人で出かけてたのがね、久々に3人で、出かけるんでね、まあゼウスも多少浮かれてるのかもしれないですね。ゼウスはね、車の中ではいつもぼーっとしたり寝たりしています。まあ特にね、車酔いとかはしないみたいですね。で、今ね、目的地に向かってるんですけども、今国道を走ってるところですね。うちからまあ大体まあ40分50分ぐらいで、着きます。まあね、足湯今向かってるところはね、結構雪深いところなんで、まあ、4月下旬にオープンっていう予定らしいんで、まあ、この日ちょっとね、オープンしてるか微妙だったんですけども、まあオープンしてるかよく分かんなかったんで、とりあえず行ってみようっていうことでね、微妙な感じだけど行ってみました。まあね、行ってみたらね、残念ながらね、ちょっと早かったみたいでね、やってなかったんですよね。なんか足湯に着いたら、その足湯でね、掃除してる人がいたんですよね。なんでね、掃除のまあおじさんにね、いつからね、足湯がオープンするのかって聞いてみました。そしたらね、この日はね、4月の23日だったんですけども、4月29日からオープンってことだったんで、またね、日を改めて行ってみようと思います。そしてね、ここのね場所、犬と入れる足湯だったんですけども、ここは空いてなかったんですけども、近くにまあ足湯があるっていうことなんで、そこにね、行ってみようと思います。あ、どこですか？赤倉温泉。消防小屋がありますから。お、消防小屋のここにあります。消防小屋。この辻のもう一つ向こう側の大きな辻です。その十字路。なんて場所だっけ今。赤倉温泉の入り。ここの。地図見れば。あ、行って、で、右へ、ま、新約金庫のところ右にもあるでしょ。はい。そこを回っていけば、はい、その町の一番角にあります。あ、はい。町並みの外れ。そうなの。犬は入れないとこです。犬は無理です。あ、そうだ。ありがとうございます。ゼウスは入れんって。それでね、最初行ったね足湯からまあ車でだいたい5分ぐらい行ったところにね、教えていただいた足湯がありました。今ね、映ってるなんか、ベンチの延長みたいなところになんかコンクリートでできた水槽みたいな感じのところに、お湯が溜まってるんですけども、まあなんかこんな、なんて言うんでしょう、山の中のバス、なんていうんだ、休憩所みたいなところにポツンとある感じでね、まあ若干ね、入るのが恥ずかしいような感じもするんですけど、まあ別に人もいないしとかね、まあそれにせっかく教えていただいたんで、まあ文句も言えないんでね、入ってみました。まあでもね、入ってみると、まあ足湯なんだけど意外にまあ温泉に入ってるまではいかないんですけど、まあまあ気持ちいいものでした。
to, and it's all for you. I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  did it all for you.ここでね、まあ、一応足湯に入って、まあ、ゼウスがね、まあ、入れなかったのはちょっと残念なんだけども、まあ、代わりにオープンしてるっていうね、場所で、まあ、足湯に入って、で、これからね、またね、こっからすぐのところにね、別の公園があるんで、そこにね、ゼウスを連れて向かおうと思います。それでね、さっきの足湯から、まあ、車で10分ぐらい走らせたところにね、公園があるんで、まあ、公園というか、まあ、池ですね、そこに今到着したところです。ここでね、少しね、ゼウスを散歩させようと思います。この日はね、散歩にちょうどいいような気温でした。まあ大体15度ぐらいですかね。まあゼウスもね、これぐらいだったらまだまだ散歩できますね。まあちょっと歩くとね、まあぜいぜい言っちゃうんですけども、それでもまあこの時期ね、なるべくたくさんゼウスもね、歩いてもらおうと思います。今ね、ゼウスとのんびりとね、散歩してるところなんですけども、まあせっかくね、池に来たんで、池にね、なんかいるかなと思って、ちょっとね、のんびりと池の方に向かってみようと思います。こういうね、池とかね、来ると、水のあるとこ来るとね、毎回思うんですけども、ゼウスは果たして泳げるんだろうかとかってね、思ってるところです。一回ね、海にも行ったんですけども、まあまだ寒かったんでね、海の中には入ってないんで、もう少し暖かくなったらね、ゼウスを連れて、まあ海か、まあ池か、可能なところに行ってちょっと泳がせてみようかななんて思ってます。今ね、なんかワンちゃん用のライフジャケットみたいなのも売ってるみたいなんでね、そういうのをちょっとゼウスに買ってあげてね、海とかで泳がせてみたら面白いかななんて思ってます。まあ今ね、ちょっと歩いて、まあちょっと歩くとすぐねゼウスも疲れるんで、水飲み休憩をしようかななんて思ってたところにね、ちょうどいい水道がありました。ここでね、ゼウスも一息ついて水飲み休憩をしています。水飲み休憩がね、今終わったんで、もうちょっとね歩いてみようと思います。まあブルドッグっていうのはね、犬種的にもそんなに、まあ、激しい運動も必要じゃないし、散歩もねそんなにしなくていい、まあ、犬種ではあるんですけどね。まあでも、まあ、なるべくね、足腰にね負担のかからない程度に、適度な散歩っていうのはね、健康にとってもすごく大事なことなんでね、無理しすぎはいけないんですけども、こういう軽くね、散歩して足腰をね、鍛えようと思います。今ね、他の犬とすれ違おうとしたところですけども、まあ別にゼウスはねそんなに他の犬とね喧嘩するとかそういうことはないんですけど、まあ一応ちょっと遠ざけてるところですね。こうして見るとね、人間よりもね歩くのが遅い犬ってのもね、なんか珍しいような気がします。いつも横に歩いてるか、ちょっと後ろを歩いてますね。
まあゼウスの散歩はいつもこんな感じでのんびりと散歩してます。今ね、あのママがスマホでね、あの写真撮ってます。でこれから U ターンしてきます。ゼウスもね、帰りは気持ちなんか足取りが軽いような感じがしますね。今ね、私の方に向かって歩いてきてるとこです。ゼウスもね、だいぶ歩いたんでお疲れのようです。私たちもね、ソフトクリームを買って、少し休憩してね、それで、これからね、車に乗って、家に帰ろうと思います。ゼウスもね、いい運動ができたと思います。動画の方は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。